堺市立第二商業高等学校は、かつて大阪府堺市堺区にあった定時制の公立商業高等学校。1940年に堺市立堺第二商業学校として創立。全日制の堺市立商業高等学校と敷地を共有し、定時制課程を単独で設置していた。堺市の高等学校等配合計画により、 堺市立堺高等学校へ統合されることが決まり、2008年以降の募集を停止、在校生が卒業する2011年3月に閉校した。2010年4月に堺市立堺高等学校敷地に移転、最後の1年間のみ、堺市立堺高等学校と校舎を共用していた。旧学校敷地は関西大学堺キャンパスとなった。 1940年に夜間家庭の堺市立堺第二商業学校として堺市立堺商業学校に併設されたことが学校の起源となっている堺市立堺第二商業学校は1942年に募集停止となり1948年に新生高等学校堺市立商業高等学校夜間家庭として募集を再開している学校では 創立を、堺市立堺第二商業学校発足時の九百四十年としている。九百五十二年には、堺市立商業高等学校から定時制課程を分離し、堺市立第二商業高等学校として独立開校した。二千八年度に同校を含む堺市立の高等学校四校を統合し、堺市立工業高等学校、堺市立 第2工業高等学校の敷地に全日制、定時制を併設する堺市立堺高等学校を設置することになった。当校は2008年度から募集停止となり、新学校のマネジメント創造化に教育機能が継承されることになった。ただし、2010年4月から2011年3月は下記の通り、ありがとうございます。